はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、昔ね紹介した時計塔ヒーローっていうのがあったんですけれども、これね海外の大会でめちゃくちゃシェア率上がってて、しかも勝ってるんですよね。なんで、まあ今回は時計塔ヒーローの、まあ、使い方だったりとか、あと僕なりに組んでみたんで、そこの採用札だったりだとか、その理由だったりとかね、その辺とかをいろいろ話していきたいなと思います。で、まあこの時計塔ヒーローっていうのは、まあ結構パワーが高いように見えて、一発を打点って出づらいんですよ。手数は結構出せるんですけど、打点出しづらくて、だからその辺がちょっと立ち回りとか難しいなーっていうところとかはあると思うんですよね。なんで環境デッキ対面の、まあこういう風な感じの相性ですよとか、こういう風な勝ち筋目指していったらいいですよとかっていうのももちろん話しますし、エアーマンでここはエアーマンサーチした方がいいんじゃないとか、その辺とかも話していきたいと思います。で、今回僕これ、蜘蛛2、3枚入れてるんですけれども、ここからちょっと採用札についてね、話していきたいんですけど、あ、先スキル行った方がいいかな。スキルはね、もうご存知の方も多いと思うんですが、手札のね、レベル4以降の D ヒーロー1体を墓地を送って、遊牧の時計塔っていうのを、ポンって置くことができ、サーチか、することができます、デッキから。で、遊牧の時計塔に、カウンター3つ置いて、サイクロン1枚を手札に加えるっていう2つの、効果があります、スキルにはね。まあ、詳しくは、まあ、使ってる感じを見てもらったらわかると思います。で、蜘蛛2だね。蜘蛛2に関しては、まあ、これは海外のレシピでも入ってて、で、僕自身も蜘蛛2めっちゃしっくりきてるんですよ。で、なんでかっていうと、さっき言ったように、打点、一発の打点ってそこまで高いやついないんですよね。もちろんエクスカリバーだったりとか、ドレッドガイとかはいると。ただ、こいつらの攻撃も、顔面に通さないといけないんですよ。じゃないと削りきれないっていう時が結構あって、じゃあどうしたらいいのかっていうと、前盤面処理したいんですよね、モンスターを。で、モンスターを処理する蜘蛛だったりだとかっていうのがすごい相性いいなと思ってて、月の書はもちろんいいんですけど、でっかいモンスター、例えばブルーアイズとか出てきた時に守備力2500じゃないですか。そいつを裏にしたところで結局そこの処理にドレッドガイとかのリソース使っちゃうんで、それがしんどいなぁというふうに思いました。なんで、破壊できる札を入れてます。で、ただドローは別にできなかったとしても結構なんとかなるんですよね、このデッキって。遊牧の時計塔からだってドレッドガイも実質サーチってかリクルートだし出してるしみたいな。で、墓地のモンスターも蘇生できるしみたいな感じですごく合ってるなと思いました。で、聖杯はこれ月の書といろいろ迷ったんですけど、まず、火球に打ちたいんですよね。火球に打った時に聖杯だったら、その火球を、上から殴れるんですよ。で、ダメージ出せるんですよ。ただ月の書だったら、例えばケプラー召喚ってケプラーに対して聖杯打ったらめっちゃ強いじゃないですか。無効にした上で攻撃力ゼロか棒立ちになるじゃないですか。でも月の書だったらそもそもまあケプラーとかに打てないし、テムジンとか結構展開待った後に打って、で、ただそいつも守備表示結構硬いからとか、そういういろんな問題があるんですよね。なんで、まあ月の書より聖杯の方がいいかなと思って、こうしてます。ただ手札が弱い時とかに聖杯3枚のうち2枚引いちゃって動けないっていう、まあ結局守りきれないみたいな試合とかがしょっぱくて、それだったら聖杯は弱いけど聖杯月の書は強いだろうっていうところで、聖杯と月の書をちょっと2-1で散らしてるみたいな、そんな感じのコンセプトになってます。で、エクストラデッキなんですけど、プレインコートはまあほぼ確定で、必要かなと思ってます。ハーピー環境なんで、このプレインコートが1枚あるかどうかで、ハーピーに対しての勝率っていうのは変わってくるので、僕は入れた方がいいんじゃないかなというふうには思っております。じゃあ、今からですね、リプレイ解説していきながら、もろもろね、この時計塔ヒーローの使い方について話していきます。まずは VS ハーピー戦ですね。ハーピー対、このデッキは、結局なんか相手のバックが何枚あるかによって変わってくると思います。例えば、1伏せだったらハーピーに対して全然勝ってるんだけど、3伏せされちゃったら結構実は重たいんだなだったりだとか、そういうのとかあったりしますね。で、スクラッチクラッシュが前盤面にいない3伏せは別にエアーマンでエアーマンサーチしてゆっくりな展開狙っていったら割といけたりとかするんだけど、そうじゃなかったら、まあちょっとめんどくさいなっていう時とかあったりしますね。例えば、これって、めちゃくちゃ展開してきて、スクラッチクラッシュプラスチャネラーっていう、うまい動きされるんですよね。で、羽休め打たれて、で、ここの2ドローが何かで、1伏せしかないんですよ。これだったら、いける。これはまだ勝てるって感じです。で、羽休め取ってこられます。
回収されます。でまずサイクロンで後ろぶち抜いていって、ブチブチにぶち抜いていって、でエアーマンでディバインガイサーチだね。で、ディバインガイを墓地に落としておきましょうと。で時計塔を張ります。でこのタイミングでスクラッチクラッシュ効果って言って、まあ戻されたりとかっていう可能性とかもあったんですけど、まあ戻してこず、まあ戻そうとしてきたらマスクチェンジチェンしようかなと思ったんやけど、まあ何もやってこないんだったらそのまま粉ぐってといった感じでいきます。で遊牧の時計塔でパフューマー召喚狩り場サーチでハーピーの狩り場で、ハーピーの狩り場からスクラッチクラッシュやね、出てきます。で時計塔を割られてしまって、時計塔を割られたタイミングでこうやってドレッドガイ出すことができます。でドレッドガイは召喚成功時に、自分フィールの D ヒーロー以外全部破壊します。で墓地から、D ヒーロー蘇生できるんですけど、僕次のターンにモンスター引かんかったら2ドローしたいなと思ったんで、ここは出しませんでした。で羽休め使ってくるタイミングで、まあ、バウンスくるので、そのバウンスに合わせてマスクチェンジで暗記出します。でまた2ドローされちゃってトップでオラクル引かれて、このオラクル使い回されるのめっちゃきついんですよね。ただここでサイクロン打って打点を下げましょう。そうすると26なんでこれで、暗記には届かないって感じですね。でここでドリルガイと残念ながらモンスター引いていくっていうね、なんでやねんっていう。だからディシジョンガイ効果使いつつプレインコート取っていきます。でプレインコート効果って言って、よいしょこれめっちゃ強ないで、暗記でマスクチェンジ取ってきつつプレインコートで殴ってジジーっていう風な感じになります。これがハーピーに対しての勝ち筋なんで、まあ今見てもらっても分かるように後ろの伏せカードが多かったらちょっとしんどいなーっていうのは。で次は幻想ですね。まあハーピー戦やったんだったら幻想戦もね、やっておきたいなというふうに思います。で幻想戦は確かね、すごい特別なことしたっていうよりもどっちかっていうと、まあこういうふうな勝ち筋を狙っていきましょうっていうね、勝ち筋の想像、勝ち筋を知ること的なやつです。で、モーツァルト出てきて、ソプラノが特殊召喚。で、ソプラノ召喚時効果で、ソナタ回収からの、ソプラノ効果で、融合で、ブルームディーバが立ってきますと。まあ、とりあえずブルームディーバ立ててくるって感じですね。まあ、こういうのは結構多いと思うんですけど。ちなみに僕はブルームディーバよりシューベルトの方が好きなんで、幻想を使ってる時に積極的にシューベルト立っていきますね。まあもちろん後ろの伏せカードが大丈夫な時とかスコアがある時とかなんですけど、ブルームディーバね、あんま好きじゃないのはね、こいつ1000だから長期戦になっちゃうんですよね。俺やっぱキル取れる時は結構ワンキル取りに行きたいし。で殴れないんでこうやって3伏せしてターンエンドと。で殴られます。で殴られて、で、今から攻めていくんで、まずサイクロンですね。これ時計塔に打たなかった理由があって、このシチュエーションで後ろに伏せカードが有効っぽいやつがあるんですよ。有効な伏せカードがどうせあったら、時計塔に割ってドレッドガイ出したところでキルライン届かないし、なんせトップが D ヒーローだったらまだ良かったんですよ。トップが D ヒーローだったらまだワンチャンあったからそれを狙うっていう可能性もあったんだけど、そもそもトップ D ヒーローじゃないんで、ドレッドガイ出しても蘇生できるのはディバインガイだけでしょっぱいんで、まあ、それだったらもう後ろ抜いていこうみたいな、こんな感じで時計塔をただの防御に使うっていうこともあります。で今回はディシジョンガイ取ってきました。まあディシジョンガイじゃなくてここはあっちの方が良かったかもね。ドリルガイの方が次のターンエクシーズにつなぎやすかったから、このシチュエーションはドリルガイだったかなっていうふうには思ってます。ただまあ一応ブルームディーバーに殴られないだっていう、っていうふうなねところはディシジョンガイは優秀だったりします。で月の章をここは打っていって、伏せて、で、スコア相手切ってきましたね。まあ、これはラッキーですね。まあ、とは言っても、ここで、ディシジョンガイ出して、マスクチェンジ持ってるんで、こうやって暗記になって、で、殴りに行って、暗記聖杯ですね。これで、暗記って直接攻撃するときは、攻撃力半分になるじゃないですか。ただ、殴ります。でダメージ性聖杯ぶっかけるとそこの部分のテキスト消えるんで3200で顔面パンチになるんですよね。こんな感じになります。なので基本的にはまあデッドリー絡めて、ワンキル狙う、もしくはこんな感じでワンキル取れなかったとしても暗記で、顔面パンチを入れるだったりだとか、そういうのがいいかなと思います。まあスコアを壊した後だったら今のとかだったら、そうなった
に殴りに行ってマスクチェンジサーチしてっていう風なところを狙いに行ったりとかもしますっていう風な勝ち筋になってくるんで、まあ、この対面は結構デッドリーシーンが強いなという、そういう風な印象ですね。で、より強くしたいんだったら、デッドリーとコアベージまで入れてあげると、デッキに戻るんで強いかなと思ったりもします。まあ、そうなったら月の書3とかになってくるのかな。ただまあ、抜くカードが多分ダイヤウルフとかになると思うんですけど。で、次はブルーアイズ戦なんですけれども、ちょっとした小技とかをね、紹介していきたいなと思います。で、ブルーアイズ戦はスピリットドラゴンがめーちゃくちゃきついです。スピリット立つと、降参、まあ、不純物ないと降参やね。あの、時計塔のね、破壊した時の効果、墓地効果がスピリットで止められちゃうんで、そこがきついんですよね。で、今回サイクロン、効果かな。で、調和打ってきて、珍しいですね。これ、ソルジャードラゴン。これ相手が魔法トラップモンスター効果発動した時に太古の白石を特殊召喚できるっていうなかなかいいカードです。で、霊流効果で時計塔を飛ばそうとしてくるんですが、ここはあえて後ろにします。っていうのが、まあこのディバインガイをね、蘇生させるっていうよりも、どっちかっていうと、次のターンに2ドロー込みで攻めていきたいなと思ったからですね。で、ディシジョンガイは今効果使いませんでした。これ今ポイントが2つあって、ディシジョンガイって、効果発動っつったら召喚成功時に、墓地のヒーロー回収できて手札を補充できるんですけど、ここはディバインガイで回収したいヒーローじゃないので使わないっていうのが1つ。で、石あるじゃないですか。これ殴らない人いるんですけど、殴らないのももちろん正解なんですよ。で、今回殴った理由があって、何かっていうと、なんて言うんだろうな。デッキっていうのは、スピリットドラゴンが嫌なんですよ。なんすか。スピリットドラゴンで止められちゃうと、墓地リソース消えちゃうんで、一個ね。それが嫌なんですよね。だスピリットドラゴンになられるのか、もしくはブルーアイズを出させて、スピリットを可能性低くするのか。だったらどうしたらいいか。っていうところですね。で、これは基本的には、殴ってスピリット出させないっていう方向にした方がいいです。で、どうせ、ここ殴んなかったとしても、石と霊竜で次のターンシンクロして、スピリットドラゴンになられて、で、さらにブルーアイズ出てくるっていう状況になるんで、状況悪化するんで、ここはガンガン殴っていきましょう。個人的には殴るのが正解だと思います。で、ここエネアード立ってくるんですが、そうですよね。相手はもう後ろが嫌なんで、後ろが嫌だし、このディシジョンガイ打ってほしいんで、まあ、エネアードで何とかするしかなくて、エネアードまで待ちます。エネアード待って、狡猾打ちます。まあ、エアーマンどうせ消えたところで何ともないんで。で、進化した最強ドラゴン使われて、ブルーアイズ2枚見せられて、ぴょんぴょんとね、見せられて、融合使われます。で、裏サイクロンですね。で、これ本当だったらめちゃくちゃしんどいんですけど、よいしょ。ディシジョンガイはレベル6以上のモンスターに殴られないんですよ。なんで、止めることができます。こういう風にブルーアイズとか大型モンスターが並んでくるデッキに対しては、このディシジョンガイっていうのがかなり有効なんで、ガンガン使っていきたいですね。で、ソルジャードラゴンが、攻撃表示で、寂しそうな目をしながらこっちを見てるんで、ここに対してエクスカリバー決めてあげましょう。またモンスター引きましたね。ゴミ。で、エクスカリバーでここ殴ったら GG と。いった感じになります。で、次はサンドラ戦ですね。これもまあ、小技っていうか、まあ、ちょっとした、小技やな。サーチ先とかの話なんですけど、これエアーマーで何サーチするかですね。これ大事なのが、まあ、まず前提として相手25枚闇遊戯なんで、磁石かサンドラです。磁石かサンドラ。で、サンドラ想定で動くんですけど、聖杯は、まあ、レビオニアに取っておきましょう。そうすると、相手の、例えばモンスターの妨害に対してどうするか。っていうと、供物使うんですよね。基本的に妨害供物です。今、相手に対して。じゃあですよ。じゃあ、供物を妨害で使いたいです。じゃあ、供物使ったら次のターンどうなりますか？そう、ドローできなくなりますよね。ってことは、ドローできなくなるってことは、困りますよね。まあ、困ります。何が困るかなんですけど、例えばここで、Dヒーローモンスターサーチします。スキル使います。サイクロン取ってきます。OK？じゃあどうなるかっていうと、次僕ドローないです。盤面がエアーマンと、サイクロン聖杯供物、時計塔になります。エアーマンに殴ります。攻撃通りました。で、サイクロン打ちます。サイクロン打ちました。時計塔を潰します。そうすると、時計塔を潰したら、何か
起きるかっていうと、墓地に落ちてる D ヒーローとドレッドガイ出てきます。でヤーマン死にます。1616ですよね。で16で殴ります。じゃあ合計3400です。16円殴ります。クリボール食らいます。デスティンドローされます。ボーンみたいなが嫌なんですよ。だからそういうシチュエーションとかだったら別に急ぐ必要ないんで、エアーエアーで良かったりします。エアーエアーでとりあえず一旦様子伺いとかをしたりします。これね、罠デッキ相手とかでサイクロン引いてない時とかもやった方がいいと思います。結局罠デッキって何が嫌ですかっていうと、エアーマンなんですよ。エアーマン最強なんですよ。だからもちろんこれでトップで D ヒーロー引いてたらめっちゃラッキーなんですよ。 D ヒーロー墓地送ってスキル使えるから。でもそうじゃなかった場合とかもいろいろあるしで、エアーエアーエアーとかにしてもいいし、別にエアーマンでエアーマンサーチしちゃいけないっていう法律ないんで、このスキル使ってる時に。なんで状況次第では相手のデッキによるんですけど、エアーエアーの普通のただのヒーローの動きした方がいいっていうシチュエーションもあります。まあ、それはどっちの方がいいかっていうのはこれね、これエアーエアーエアーで、まずこれは手札誘発チェックで殴りに行きます。で、相手が手札誘発あったんですけど使ってこないっていう、じゃあもう一回殴ってみよう。あれ何も使われない、じゃあ聖杯でっていう、これ聖杯強いんですよね。エアー聖杯で2200になるんで、エアーエアーで勝ちみたいなっていうシチュエーションあります。これね、結構オノマトに僕昔聖杯入れてたんですけど、その時にサンダラタイムはよく。では最後にですね、このデッキはまあ時計塔が全てじゃないんですよね。時計塔も一つの攻める手段の一つなんですけど、今なんか同じこと2回言ったな時計塔も一つの攻める手段なんですけど、時計塔だけじゃなくって、本体は結構ヒーロービートだったりとか、あとエクシーズビートだったりだとかっていうところに置いた、まあビートダウンデッキなんですよね。で、どういう風なことをやっていくかっていうのを、まあ今からちょっとやっていきたいんですけど、まあまずエアーマン出してですね、エアーマンでディバインガイ取ってきます。で、ディバインガイ捨てて、これで次のターン以降にね、2ドローできる可能性を残しつつ、今からやっていきましょう。で、バルキリーの契約書で時計塔割られちゃってね、サイクロンのサーチができませんでしたと。で、まあとりあえず殴ってターンエンドですね。で、これがな、狡猾なんかな、ずっとラグがないんですよね。わかんないなーっていう、そんな感じのカードです。まあ、ただ、ラグないカードを伏せるのは、まあ、もうこれもマシン王の契約書か、狡猾かどっちかなんで、まあまあ、どっちかわかんないなーぐらいの感じです。で、ペンドラゴンは、打点が500上がった後に、魔法トラップ1枚破壊なんですよ。なんで、手札捨てた段階では破壊確定してないんですよね。手札捨てさせてから、供物打つことによって、手札1枚捨てさせて、こっち側の伏せは守れるみたいなことができます。で、クモツでスキップしていきましょう。で、ちなみに、このクモツは、モンスター引きすぎちゃった時も相性良くて、ディバインガイの2ドローができるようになるんですよね。で、さらに、このディシジョンガイも優秀です。ディシジョンガイっていうのは、エンドフェーズにヒーロー1体回収できるんですよ。これが大事で、今、ここ、効果使うじゃないですか。で、この時にディバインガイ効果使うんですけど、ディバインガイっていうのは、ディスティニーヒーロー同士で2体で除外して、で、2ドローなんですよね。この時にドリルガイ残しましょう。ドリルガイを残すことによって、次のトップで D ヒーロー引いたら、ドリルガイ回収できるんで、エクシーズにつなげることができます。で、ここドリルガイ引いたんで、よいしょ。こうやってアポカリプス出てきます。ディシジョンガイ効果でドリルガイ回収。みたいなことができます。なので、まあ、なんて言うんだろうな。ドリルガイも強いし、ディバインガイも強いし、ディシジョンガイも強いんですよね。このデッキって。で、エクシーズがあることによって、特にディシジョンガイとドリルガイの評価は、変わったんじゃないかなと思います。で、相手は殴ってきます。で、ここで、マスクチェンジどっか行ったんですけど、ドリルガイ回収してるんで、こうやってエクシーズにつなげることができて、デッドリーシーンみたいな流れになります。なので、まあ、ディシジョンガイの効果で優先して回収するのは、ドリルガイがおすすめですよっていうところを覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。では、今回の動画以上になります。参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。